はい、プレボールどうも野球人です。2月27日中日楽天オープン戦レポートということでございまして、今回は中日と楽天のオープン戦ですね。2月最後の試合でございます。しっかりね、情報をお伝えしていきますので、まずはオーダーからチェックしていきましょう。はい、じゃあ2月27日中日楽天戦、中日からオーダー見ていきます。1番に岡林選手、2番大島選手、3番鵜飼選手、4番ビシエド選手、5番高橋周平選手、6番木下選手、7番石川選手、8番京田選手、9番に福留選手、ピッチャーに柳選手が入ります。一方楽天は1番に西川選手、2番小深田選手、3番山崎選手、4番和田選手、5番に辰巳選手、6番鈴木大地選手、7番安田選手、8番小郷選手、9番が田中和樹選手が入りました。でピッチャーがね、滝中選手です。はい、で系統はこのような感じでございました。中日6投手、楽天もね6投手起用したと。はい、で結果見ていきましょう。楽天が9点、中日が7点ですね、入れまして、かなり乱打戦にはなったんですが、この試合は楽天の勝利ということになりました。まあ2桁安打ですね、両チーム、13安打ずつということなんで、まあ非常にね、打撃陣が触れていた試合だったのかなと。一方ですね、ピッチャー陣は打ち込まれた試合でございましたので、まずは好調の打撃陣から見ていきましょう。はい、では楽天から見ていきましょう。1番に入った西川選手、1打数の1安打1打点2四球、そしてスリーベース1本ということで、しっかりね結果残しております。特にフォアボールですね、2つ、奪っております。彼の長所といえばですね、もちろんですね走力っていうところもそうなんですが、出塁率の高さっていうところもね、まあ持ち味なんですよね。そこを発揮できたっていうところはね、まあ順調に来ている証拠なのかなと。で武藤選手が途中交代で2打数の1安打1打点、小深田選手が5打数の2安打、山崎選手がですね2打数の1安打、そして、犠牲フライですね1本放っています。でマーキ選手、この日ですね、2塁に入りましたが 2-0、 和田選手が4打数1安打1打点2ベース1本、犠牲フライ1本ということで、この日もですね好調の和田選手ヒットを打ちました。で辰巳選手がこの日指名打者で入って5打数の1安打で、鈴木大地選手は2打数の1安打1四球ということですね。まあこの人はねそこまで心配はいらないのかなと。で黒川選手、期待したい選手ではあるんですけど、1打数の1安打1四球ということで、結果ね出すことができました。で安田選手、ルーキーの選手です。キャッチャーで出場しました。この日はね 2-0 ということだったんですが、またね次回期待と。で石原選手が代打から入って3打数の1安打1打点で、大郷選手ですね、4打数2安打3打点ということでアピールがついております。で田中選手も4打数1安打ということで、この日は1本放つことができました。はい、というわけでね、まあ、しっかりと楽天、計9点かな、取ることができました。打線っていうところで、つながっていっております。これプラスですね新外国人選手っていうのが加われば、まあまさに理想の打線っていうのが完成するんじゃないかなっていうふうに思いますし、まだね浅村選手、とかも、合流しておりませんので、そこを考えたらですね、やっぱ今年楽天っていうのは非常に可能性を感じさせるね、まあ戦力になってるのかなっていうふうに思います。では一方中日ですね、見ていきましょう。はい、ではですね一方中日の打線見ていきましょう。今日1番に入った岡林選手はですね、5打数の1安打1四球ということで、まあ6打席回ってきましたが、2出塁ということですね。昨日ね猛打賞を打っておりましたが、今日もねまあ5の1ということなんですけど、しっかりと、ヒットは打っております。で大島選手ですね、この日は2番に入りました。 1-0、1四球ということで、まあ、早々に交代。根尾選手が、ダイソーから入って3打数1安打1打点ということで、この日ヒットを打ちました。昨日も、ね、ヒットを打って、まあ、しっかりアピール、成功しております。で鵜飼選手がこの日3番に入りました。レフトですね、4打数のノーヒット1四球という結果で、まあ、オープン戦に入って、ヒットが出ておりません。ただね三振はしてないのと、まあ、打撃の内容もそこまでねめちゃめちゃ悪いかって言われるとそういうことでもないので、まあ、調子がね、まあ、どうしようもないっていう感じでもないのかなっていうふうに思います。ただですねちょっと守備がまずいねところっていうのもちらほら出てきておりました。今日ファーストについたりもしておりましたので、今後の、ね、課題っていうところも見えた試合でもあったのかなと。
で、ビシエドが 2-1、 山下選手が交代で 2-0 ですね。伊藤選手も 2-0、高橋周平選手はこの日もセカンドに入りました。 2-1、 1打点と結果を残した阿部選手に交代。阿部選手が 3-3 ですね、猛打賞と打っております。木下選手が 1-1、 3ベース1本打って交代。石橋選手が 3-0、桂選手が代打出て 5-1 ということで結果を出しました。そして石川選手ですね、5打数の2安打、ホームラン1本ということで、まあ、完璧なね、角度で入った打球でございました。しっかりとね、サードで行くっていうことを明言されて結果が出たので、非常に良かったんではないでしょうか。で、京田選手も打ってるんですよね。2打数2安打1打点、デッドボールね1個あったので、この日は3塁ということで、昨日から打率は6割6分7厘ということで絶好調でございます。で、溝脇選手が、ヒットはなし。福留選手ね、この指名打者で1打席出てフォアボール1つで、アレルが出てですね、 2-0、2死球という結果でございました。はい、ということで、しっかりとですね、期待の選手が打ってくれた試合でございました。一方ピッチャー陣ですね、チェックしていきましょう。はい、ではですね、ピッチャー陣見ていきましょう。中日はですね、先発柳選手 2.0 イニング、被安打3、奪三振0、フォアボール1つ、失点1、1点0ということで、右のエース柳選手っていうところですね、三振はなかったんですけど、自責点は0とエラーも絡んでの失点でございました。まだ出力っていうのは上がってないのかなっていうふうには感じたんですが、そこまで心配はいらないでしょう。で、鈴木選手、谷本選手がですね、共にアピールできずということで、それぞれ4失点、2失点という結果でございました。特に鈴木選手は 3.0 イニング投げて、三振も0ということだったんで、やはり9位っていうところがね、今日は出ていなかったのかなと。で、大峰選手が 1.0 イニングで被安打2、フォアボール1つ、失点2つ、責点0と。エラー絡みではあったんですけど、ちょっとね、抑えられなかったというところなんで、ちょっとね、まだ実戦でいいピッチングっていうのができていないのかなっていうふうに思いますので、このままだと試合かっていうのもちょっと厳しいのかなと。で、佐藤選手が 1.0 イニング、奪三振1つ、責点0というピッチング。で、マルク選手ですね、1.0 イニング、被安打1と、ヒット1本打たれたんですが、三振も3つ、取りました。アウト全部三振ですね。責点0ということで、非常にね、球が走っていたかなっていうふうには思いますので、アピール成功と。で、楽天はですね、滝中選手がですね、先発でございました。 3.0 イニング被安打6、本塁打1本、フォアボール2つ、デッドボール1つ、1点5ということで、初回はね、順調だったんですけど、石川選手にホームランを打たれて、ちょっとね、そこから立ち直れなかったかなというふうに思いました。で、続いてブセにつなげて 1.0 イニング、1点0と。で、湯気選手ですね、 1.0 イニング、被安打1、1点0。吉川選手ですね、ルーキーの選手投げて 1.0 イニング、自責点1。で、渡辺選手が 1.0 イニング投げて、自責点0。鈴木選手が 2.0 イニングで、フォアボール4つ出てしまいました。ちょっとね、制球が定まらなかったということもあって、自責点1という結果でございました。はい、全体的にですね、打たれた選手っていうところが、対応してしてしまったのかなというふうに思います。抑えれた選手はね、抑えているので、良くも悪くもといったところではないでしょうか。はい、では以上ピッチャー陣でございました。最後ネットへの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットへの反応を見ていきましょう。周平もタイムリーで、石川もホームランとタイムリー、阿部が猛打賞、レギュラー争い激しいなということですね。そうですね、石川選手のホームランっていうのがね、かなり印象的ではあったんですけど、高橋選手も打ちましたし、阿部選手もね、猛打賞、途中出場から猛打賞っていうところなんで、本当にうちに打ちまくっております。で、サード、セカンド、そして外野っていうところにはなってくるんですけど、この3人の配置をどうしていくかっていうところがね、本当悩ましいと。この前のね、石川選手3塁の動画でもね、言ったんですけれども、サード石川、セカンドに、高橋周平で、外野に阿部っていうところがね、規定路線にはなるのかならないのかなっていう感じではあるんですけど、そういうね、起用法にもなってくるかなと。で、現状考えればですね、やっぱ高橋選手サード、阿部選手セカンド、石川選手外野っていうところが、現状ではベストなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、ただ、2、3年後、4、5年後っていうところを考えれば、今から石川選手サードに使って、年齢的にも高橋周平選手をセカンドで使えるのであればというところになってくるのかなと。それも試しつつっていうことなんで、今後ね、ここら辺もね、いろいろ変えてくるんじゃないかなっていうふうには思うんですけれども、非常にね、嬉しい悩みではあるのかなというふうに思います。はい、
でこちら見ていきましょう。楽天側ですね。なんだ西川遥輝はやっぱりクソいい補強だったじゃないかということですね。そうですね、正直まあ冷静になって考えてみると、昨シーズンのオフで一番の、勝ち組の補強っていうのはこの西川遥輝だったんじゃないかなっていうふうには思います。このレベルの選手をですね、やはり昨年不調だからといって1億円以下で取れたっていうところはまあまあ本当にね、まあラッキーだったんじゃないかなっていうふうには思いますし、まあ本当に、ね、楽天に必要なところにちょうどハマってくれたんじゃないかなと。まあ外野が飽和状態になるっていうこともあるんですけど、まあそこら辺はトレードでうまくやりくりしてっていうことにもなってくるのかなっていうふうには思いますので、まあ西川遥輝、まあ今年一番ですね、まあどれだけ活躍してくれるのかっていうところがね、今からすごく楽しみでございます。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。セノンゲームセット、ありがとうございました。